はい、浜岩先生です。情報をちょっと見たら、ESTJPI と GBPJPY ね、これ売りがね、売りがそろそろいいということですね。この通貨を持ち込んだんだけど、まだ閉じてないですね。売り買いね。で、5000ドルと4000ドル。5000ドルと4000ドルだと、どうかな。まだね、上がりそうな感じもするんですね。これ、ドローと、これまで上がっちゃうことはありえそうなんでね。わかります。それで 1% の利益でも 11,380 円の利益ですね。負け勝ちでね。さや取引の外貨ですね。さや取引の外貨取引9月8月7ですね。1ヶ月でこれだけ差が落ちるんだけど、1ヶ月でまだこう上がることはあるからね。これでも落ちるかなーっていう感じで見たら上がっちゃったって。ねえ。これも落ちるかなって言ったら上がっちゃって、どんどん上がっちゃったね、今ね。で、ここで、やっと下がったってね。これこうでしょ？そろそろ下がるんじゃないかな、このペア。USD と GBP。 うわ、見たらね、ないんですよね、意外と。あのね、まあこれ仕込みでね、こうなんですよ。それでね、これ見、こっちの方見るとね、この日にちね、土曜日で、こっちね、ここね、読み取ってこペアね、さっき準備しといたから、これだけあるんですよ。で、どれがいいかって自動で検索したのね。あ、これがいいね。これ上がってきそうな感じすんね、これね。これがね、あれですね。下がるかな、ね。今度ね、あ、これ。これ上がってすんなりいってるから分かりやすいんだな、これはね。上がってるからね。最近さや取引全然分からない、難しくてね。こうですよね。そんなに大差はないんだけどね。どこだったか、いやー、いい加減にしろ。これ位置分かんなくなっただろう。これこの辺だろう。じゃあこれ上がってるから落ちそうな感じもするね、次ね、これね。これは必ず通るね、またね。上がるのもいいか。
かりね、サイトですね。これもないね。これわかる形跡かな、わかんないね、これもね。こんな感じで全然ないね。レアでね、見てんだけどね、全然ないね。いいのはないね、全然。やめちゃうね。うん。これ南アフリカランドだって、Z これスペルにしてほしいな、これね、わかんねえ日本語を書いてんのね、いい加減にしてよ、見にくってわかんない、これアルファベットで書いてくれよ、こんなの。ないね、全然。これは買いがそろそろいいのか、ポンド GBP とカナダドル、全然わかんないね、これね。1年間だったら2年間でいいとか、2年間ではどうか、こちらが難しいね。ちょっと今難しいよ、これ。言ったのが分かりやすいよね。言ったのが分かりやすいよ。ということです。今、ちょっとサイト取引難しい。ああ。で、買ってね、スマップじゃなくて、スプレッドサッみたいなもんでね、大きいんですよ、これ。二つだから。そんなことで、ちょっと難しい。